はいどうも皆さんこんにちは、中井です。今回もホットラインマイアミの方やっていきたいと、ホットラインマイアミというロングナンバーの方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回サンフランシスコですね。行きましょう。ロン毛になったな。そいつは残念だ。そういうのは辛いものだ。そうだな、よく言うだろ、時間はどんな傷でも癒すって。なあ、この前話したハワイの写真の件覚えてるか？私にも一枚送ってくれたろうな。時間がある時で構わない、よろしく頼むよ。店の外がなんだか騒がしい。ちょっと見てくる。ジャケットじゃないの、左側。また後で。じゃあ。騒がしいな、本当に。なんだこれは。失礼、電話に出てきます。はい、ちゅうことで、ですね、やっていくわけですが、日付が変わりましたね。はい、フィフスアクト、インターミッションということでやっていきましょう。ちょっとね、先ほどっつうか、で、かかってきた電話？ちょっとあれが厄介なことになりましたね。ノースイースト185番街に来てくれって言うから行ったらロシアマフィアが襲ってきたんで、ちょっと勝ってきました。冗談です。行きましょう。もしもし、エヴァンです。これ誰なんだろう。あの人か。誰だっつうことは。いや、どうも、うちの袋と話しただろう。電話するように言われたんだ、話があるって。マスクマニアックの件について聞きたいんだろう。正直電話をもらえるなんて思っていなかった。声がかぶってる。時間があるならぜひとも君の話を聞きたい。どうしようか。時間ならある。でもただじゃ無理だ。実は航空券が欲しい。無理を言っているのは分かっている。だが約束する。それだけの価値はある。どうする。約束はできないが、もしその話に価値とやらが半分でもあるならできることはしよう。それでどうかな。構わない。それでどこから聞きたい。最初から頼む。全容を知りたい。分かった。すべての始まりは電話に残された奇妙なメッセージだった。最初のうちは指示をしてくるだけのシンプルな内容だった。些細なことだ。どこかに電話をかけて暗号のようなメッセージを残せとか、街中の指定された場所にペンキでマークをかけとか。マーク？ああ、丸に3本線の入ったやつだ。これって結構ありますよね、ワンの時から至るところに。多分ハワイにもあったよね。動物の骨がなんか、物々しく、なんつうんだろう、生贄みたいになってるとこにも書かれてたような気がするし、ワンのボーナスミッションの、生贄になってる女の人のところにもあったかな。ともかく指示には従わなかった。どうせいたずらだと思ったからだ。しばらくするとメッセージの内容が脅迫じみてきた。数日後、ある朝目覚めると、俺の車に火がつけられていた。そして留守電にメッセージがすんません、いろいろとごめんなさい。留守電にメッセージが載されていた。指示に従え、さもなくは災難が降りかかると。1984年4月2日フロリダ州マイアミ。本当に燃えてるわ。やっていきましょうか。新しいメッセージが一気にあります。ピー。もしもし、マイアミ葬儀サービスのスーザンです。本日ご予約をいただいているのですが、ローザバーグ様のご葬儀でしたね。いつでもお越しください。オフィスは24時間空いています。ノースイースト139番通りです。ガチャ。はい、はい。もうこっちにも行けるんだ。お！誰だお前。母ちゃんか。おはよう母さん。
あら、おはよう。どうしたの？困った顔をして。いや、なんでもないよ。よく眠れたかい？何か朝食でも作ろうか。お腹は空いてないの。ねえ、とてもおかしな夢を見たの。あなたがお父さんと一緒にある島で座っていた。二人ともすごく静かに海を眺めていた。すごく静かなんだけど、何かが変だった。何か不吉なことが起こりそうだったの。不吉なことって？わからないわ。何が起きたかは覚えていないの。大したことじゃなかったのかもね。中さん、少し出かけてくるけどいいかな。戻ったら夕食を作るよ。いいね。ええ、わかったわ。疲れが取れないの。少し寝ようかしら。こっち来てよかったな。気まぐれで。本当ですよ。じゃあ行きましょうか。そうですね。はい、行きましょう。まだバスなんだね。まあ、車燃えてるからね。あれに乗り込んだら、もうちょっと困っちゃうけどね。お前どうしたんだよ。ファーストブラッド。おお？で、マスクかぶってんだ。とりあえずこうだろ？おお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 
これじゃなく、これじゃなくだな。これ。ちょっとタイミング。オッケー。あいつちょっと濡らしといて。オッケー。うえー。おいしょ。よいしょ。オッケー。おぉ。これでだ。ちょっと来て。お、コンボ救急車。でもここまで来たら絶対に取れるようになってますよね、この、これってのは。ねえ。来て。サンキュー。したら投げる。えい。で、またなんか、ナイフ。ナイフを持ってハロー行きましょう。なるほど。ちょっと来て。サンキュー。したら操作ね。来て。ちょっと今のは私が悪い。ただおっと危ねえな。ほいカモーン、ベベー。そうねー、また気違い地みたいな。で、次こっち来て、聞いて来いよ。ただ打撃武器が あるから投げちゃおうか。どうしようかな。オッケー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 、いいぞ。いやーん。ほっ、危ねえ。ほっほっほいほい。これでだな。撃とう。それと、オッケー、サンキュー。いやー疲れた。結構辛いですよ、これ。し、はよう。ほら、寝たよ。あら、母ちゃん、そこにいんの？ただ、俺は天の弱だから上に行く。でも上に行っても何もないから下に戻る。ハロー。母さん、ここで何をしているんだ？お腹が空いておやつを食べたかったの。自分の面倒ぐらいは見られるわ。そんなこと、いや、そんなに私のことを心配しなくていいのよ。あまり動き回ったらダメだって先生に言われただろう。
医者が言うことなんて気にしないわ。私はまだまだ死んでない。まだまだ元気よ。はい。89年4月10日フロリダ州マイアミということで今回これで終了したいと思います。ではでは次回もまた惨劇のマイアミで会いましょう。